今回はシンシンこと新澤奈央がナレーションを担当いたします。ホースシーズンも最後の戦いプラス12万3000玉を目指していざ勝負。後半戦は開始早々水瀬さんのチャンスからスタートです。おお、すごい、当たりますよ、当たりますよ、当たります、武器を求めてほど。おお、なんか走ってる、本当にいいんだな、これどうだ、何パーぐらいだろう、走ってる、行け、礼拝行け、来い、来ない、順も来ない、来い、ここ大事だったのにな、めっちゃ来い、いいぞいいぞ、うん、いいぞ、惜しい。ここまではちょっと弱めも一応前段ムービーは発生。そして時短中だったレイさんもここで時短終了。後半戦はちょっと雲行きが怪しそうです。来ましたね。一輪さん TV。 さあここで流れを変えましょう。恒例の無茶振りのお時間です。思います。あ、まずはウーカさんから、はい、写真で一言をやってもらいたいと思います。はい、頑張ります。はい、じゃあウーカさんの早速写真で一言、はい、お願いします。いいですか。はい、せーの、じゃん、いやでぐっちゃんはい、はい、わかりました。じゃあ行きますよ、はい、うかさんの写真で一言もね、3、2、1、今年この虫に注意新しい蚊、いや今の得点は果たして3点3点はいい方なのかな。え、いいんじゃないですか。真ん中、うん、いいですね。かける3ってこと。この蚊に血吸われたらやばいです、うん、やばいですねじゃあ次ラフ、はい、レイちゃんが挑戦します、はい、ラフ大喜利です。 CR ガオガオプリンセス、このスーパーリーチ絶対外れるよね。どんなリーチ。まあ、むずい。絶対外れるよねって期待もさせないみたいな時間の無駄みたいなリーチ。はい、できました。レイさん整ったようです。大喜利レイちゃんが挑戦します。 CR ガオガオプリンセス、このスーパーリーチ絶対外れるよね。どんなリーチ。ピロピロリーチ、ピロピロリーチって言いながら、歌いながら花かれんちゃんが踊ってる弱そう、確かに外れそう。判定はどうでしょうか。うわ、2点、いいです。厳しい、厳しい。さっきの私の方がちょっと上なの不思議、ね、やった。見てる人全員うーかさんと同じ感想やと思います。はい、ラフ、ミカ姉に挑戦してもらいます。はい、最後は水瀬さんのモノマネです。めっちゃ大雑把な振りなんですけど、はい、得意なモノマネをどうぞ。はい、はい、みかちゃん熱いなよこのリーチ。うわめっちゃ似てた誰ですか。セクシー、どんな声。似てる。あのパチスローライターのしんのすけさんっていうおじさんがいるんですけど、はい、はい、こんな感じなんです。もう激激にでした。あ、よ、五点、五点。すごい、逃げたってこと？逃げたってことですね。わかりました。今日より伝わってよかった。わあ、一番高得点ですね。すごいです。誰が見ればわかると思う。おお、すごい。もう今からみんな検索しますよ。トレンドに入りそう。はい、ああ、みんな。
ありがとうございます。ポイントゲットゲット。ということで、今挑戦したラフは、加藤優香が500ポイント ×3、れいちゃんが 500×2、はい、そしてみかねが 500×5 ということで、すごい 500×5 なんぼや、1500、1000、でも5000、そうか、1500、1000、2500だね、5000か、5000、あーすごい、5000ポイントラフだけで獲得しました。すごい、いいデッキや、よかったよかった、よかった、はい、こんな感じで弾が出てないんだよね、こちらいちりんさん TV。 あ、また、あと、帰ってきたやつ、あれ500円入ってるのかな、入ってない、ない、大丈夫だ。水瀬さんの台が夕方背景になってちょっとだけチャンスに。初号機リーチに8点、信頼度は4割弱、当たっても全然おかしくありません。はいや、あれ、あ、うん、すごい夕方装備、行きますよ、行け、初号機赤文字になりました。おお、おお、風吹いてきた、すごい、565回転かな。これ総投資が35,500円ですね。お願いだから赤い数字にお願いします。回ってください、変われ、お願いします。ご覧ってな、昇格濃厚パターン発生で格変もゲットです。おお、初めて見たこのパターン、こうならないやつ、すごい、やった、念願の格変張りました。これはさっき2連だったんでちょっと頑張ります。わー、2人のために最後に頑張ります。ありがとうございます。かっこいい、かっこいい、最低何発を出そう、また開いた、目標は3万発だったよね、確かに。そうです、あと1万1300、2万発以上出せれば、私がめちゃめちゃ足引っ張ってます。いやいや、申し訳ない、罰ゲームが近くに来る。あ、でも大丈夫なのか。いや、上位にいたよね。あれ？でも私このシーズンこれしかないんで。あ、そっか。あ、やばい。これはやばい。プラス2000とかで。2000やったのがでも今回でマイナスになりそう。うわー、やばい。私マイナス2000からのスタートなんで。でも今日のでプラスで終われるね。だってまだだいぶ辛すぎることは絶対ないと思う。水瀬さんのここまでの投資は35,500円、プラスするためには約9000発が必要です。おお、熱い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 、おお、カオルくんが出ないけど当たるパターンかな、これ。これか、一旦外れてカオルくんが出てくるか。おお、溜めるね、ダミーです、すごい、これ当たりますね。シンジ君、アニメ見たくなる、見よう、最後まで行く。お、あ、そう、そう見せかけてカオル君が変わ
れ出てくるんだよね。出てくる。怖い怖い怖い。外しちゃいけない。それは今の私ダミー初めて外れたかも。なんなら、怖い怖い、嫌な予感がしてきた。嘘あれ外れんの。なんか今日こういうのめっちゃ見てて多いわ。ねえ、今日多いですよね。エマって意外と他のメーカーとか他の機種よりもちゃんと期待度がしてるなって実感してたんだけど、まさかの今日はなんかこっちで当たる。意外にそれ外れんのみたいなのが多かったな。多いです、ね、はい、すごい振動がこっちにまで。ここでレイさんの台にも何やら動きがありそうです。落ちてきました。お、金、金すごい、あ、来た85%。え、すごい、初めて。綺麗、もう外れないよ。85%。もう荒れ町なとこあるから、この台あの日に行きます。え、これですか。そう、これ今ね、背景、月の背景みたいな、はい、あれだけで 85% ぐらい近いのがあるから。うわー、すごい。うわー、頑張って。あ、赤文字当たるでしょ。お願いします。頑張れ、決めろ。あ、金だし。うわ、すごい。当たってる。もう当たってる。当たってる。当たってる。きた。いいな。レイさんも奇数図柄で大当たり。これで二人が SC 状態に。あ、めっちゃ揺れてる。やったー。これ二人で今頑張れば3万パスするかもしれない。うん、やった、頑張りたい。176回転。頑張れ。ウーカさんの罰ゲームが着々と近づいてきました。おお、なんだ、早いね、当たるの。ここからは2人のエスティがどこまで伸びるか注目しましょう。うん、私もこれ当たる。当たりですか。当たります。おお、よっしゃー。なんか、はい、あ、来た、ゴール、やっと来た、ゴールくん、すごい、かっこいい。かっこいい。ゴールくん好き多いよね。うわぁ、すごい。3年目か。おお、いった。おお、あ、当たった、早いよ。当たりました。また当たったじゃん。22回で頑張れ。保留連演出が発生。レイさん、本当に本当に絶好調です。すごい当たりかもしれない。欲しい。あ、よく来た。わー、考えてんだ、私。え、めっちゃ目がすごい。レイちゃん向いてるね。えば、レイだから、やっぱ一緒だから、名前、同じ名前、簡単にレイちゃんする。サービス、サービス。おー、すごい、風が。私より後に当たったのに、もうレイちゃん抜かされてる。この台めっちゃすごいですね。目玉が
ったよ。わかんないと思って打ったら。おー、すごい。やったー。もう震えが隣からずーっと感じる。もうすぐ2人合わせて2万発になる。おー、あと1万発立ってないの。お願いします。立ちましょう。もう私は力になれません。いつ当たるか分かんないから。うかさん、ついに諦めました。え、かっこいい。これ2人で80後半はあったはず。おお、結構私は何回も外してんだけど、本当にこの暑いのかって思う。当たれ、当たれ。当たらなかったもんな。演出できたけど。おー、早っ。何が当たるの。すごい。何なく当たるの。すごい。これが当たるか、さすがに。押せない、押せない。レバー抵抗上昇中。当たりました。5連目、同じく5連目。2人同時に5連ちゃん単成。もしかしたら、もしかするかも。今回は。お互いというか、私がさっきやばかったけど、すごい。赤なれ赤なれ赤。あ、カオルくんがいるじゃん。カオルくん6連目セブン。わー、開いてる。すごい、玉がいっぱい。そう。すごい。よくレアのやつ、なんかもう天井箱みたいなやつ。すごい。すごい。私全くないやん。切ない。うわ、当たった。当たった。早っ。頑張って、新宿に。青いのが当たんならないかなー、それ。多分、あと、一人2回か3回ずつ当てたら、3万発超えるからですか。あ、当たる当たる、これ当たる。お、3万発？うん。今ね、2人合わせて2万4000発ぐらい出てる。すごい、すごい。2万5000発ぐらい出てるから。すごい。すごい。5、6000発でいける。うまいね。7連目だ。7連目。個人戦ぶち切りちゃん、れいちゃん。ほんまですか。だってもう3万発いきそうなんやったら。そうですね。れいちゃんだけでもうすぐ2万発だね。はい。さっきまでの弾と今回のれんちゃん分を合わせて持ち玉は約2万発へ。当たってほしい。終わらないで。終わらないで。終わらないで。残り10や。ダメだ、私終わっちゃった。もうまたレイちゃん任せになって。ああ、いけー。でも一緒にやって2万いけました。2万、3万近くいきましたね。7000発ですね。おお、やばいやばいやばい。あと何回だ。あと22回。うわ、レンさんもここで終了。レンちゃんがあと一歩伸びませんでした。3万発に2人で届かなかった。あー、届かなかった。ね、あと2回ぐらい当てればなったね。はい、なんで同じタイミングで終わるんだよ。ちょうどいい。目標達成目指してその後も打ち続けましたが、残念ながらここで実践終了です。はい、悪い大営業上手なキャバ嬢です。悪い女だ。振り回された。振り回された。まんまと見つぎました。結果発
分かったんですけど、はい、ということで私から発表していきます。私が 12,250 玉投資して回収はすいませんゼロです。はい、はい、そしてマイナス、あ、サダマがマイナス 12,250 でした。はい、ショックでした。お疲れ様でした。はい、すごいとんでもない結果になってしまいました。はい、そして私が、2,750 玉投資して、うん、回収が 18,898、うん、で、サダマがプラス 16,148 です。すごい、はい、初めてこんなめちゃめちゃ優プラス出せたの。あ、ほんま？はい、ほんまです。嬉しい、すごいです。はい、じゃあミカネも、はい、お願いします。私の方が投資が 8,875 玉で、はい、回収が 6,581 玉、はい、サダマがマイナス2,294 玉ということで負けてしまいました。はい、ああ、残念ながら回収もしっかりしていますね。はい、ということで今日の3人のトータルはプラス1,604でした。いやー、4玉でした。奇跡的にプラス。いやー、ほんまにレイちゃんのおかげ。はい、マイナスまさかのだ。めっちゃ連チャンしてたもんね。いやー、嬉しいですね。すごいです。はい、というわけでフォースシーズン第1戦、はい、第2戦、最終戦とすべての合計は、はい、プラス103,190 玉、いやー、すごいですよね。4つ制作達成しました。10万ってすごい、すごい、めっちゃすごい成長じゃないですか。ね、最初、マイナス何万とかやったのに、ちょっとサイン色紙にはちょっと及ばずだったんですけども、皆さんにガガプリンセスのグッズを制作して新しいグッズをお届けします。はい、ということでまだね、個人戦があるんですよ。そうだそうだそうだ、ここからのミカネの3000ポイントをかけて500と 500×5 で、はい、じゃあ今回の勝負を発表します。はい、今回の勝負はジェスチャーゲームでーす。ジェスチャーゲーム、はい、ジェスチャーゲーム、レイちゃんと私が出題者、はい、で、ミカネーには回答者になっていただき、はい、48秒でより多くミカネーにジェスチャーのみで答えを伝えられた方が勝ちという単純なゲームです。はい、はい、ということで動物、有名人、キャラクターの中から出題されるそうです。はい、パスは何回でも OK みたいなので、より多くミカネーに伝えられた方がポイントを全部もらえるってことみたいです。それじゃあ、レイちゃんのジェスチャーゲームスタート。あ、ウサギ。はい、ニワトリ。ハト。ヒヨコ。ペンギン。あ、そうです。え、それラッコじゃないの？出るんかい。マドンナ。マリリン・モンロー。あ、正解です。すごい。カニ。ゲッツ。ゲッツ。パス。え、むずヘビ。むずっ。何それ、それ何、うどうやって表現するんですか。見たことないでしょ。はい、多分時代、世代が違いすぎて、そう、なんかこうか、あー、なんかミミみたいなでかいやつですか。結構短い。すごい、48秒の割には。え、ほんまや。それでは、ウーカさんのジェスチャーゲームまで3、2、1。ゴリラ。おお。え、なに、なにこれ、なにこれ。キャッツ、え、なに、猫。これ、あー、こんむずい。なにこれ、犬、え、なに、え、なに、セイウチ、え、なに、パス。えぇ、ー、これむずすぎでしょ。あ、むずい、これ絶対無理でしょ。どっちにしろ無理。これひどいね。これね、
ですけど、さすがにそれは分からない。ビーバー、ビーバー分かんないよ。ねえ、マスクしてたから分かんなかったです。ビーバー私よくモノマネしてるんですよ。あ、そうなんだ。ジェスチャーゲームの結果はこうなりました。こちらです。じゃーん、じゃーん。ということでれいちゃんの勝ちです。やったー。いや、なかなか難しかったですもんね。早かったれいちゃん。個人戦の結果も出たので発表したいと思います、はい、お願いします。じゃん、こちらです。1位が私ジョニシレイでプラス21,648 ポイントで、そして2位がハラカレンちゃんでプラス14,804 ポイント、はい、うん、3位新澤奈央ちゃんでプラス8267ポイント、そして4位が出口玲奈ちゃんでプラス2451ポイント、そして5位の最下位は加藤優香さんでマイナス9750ポイントです。え、はい、なので優香さんにはもうきつい罰ゲームをやだしていただきます。いや、ほんまに何させられるんですか。フォースシーズン終了ということで罰ゲームはうーかさんで決定。一体何をさせられるのでしょうか。はい、頑張ります。頑張ってください。マイナスになった分罰ゲーム頑張ります。はいはい、はいはい、ということで罰ゲームめちゃめちゃ怖いんですけど、はい、もう体張って頑張ってくるのでその動画もぜひ楽しみにしていてください。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで今回は123新三田店さんにお邪魔しました。はい、それでは皆さんまた次回もお楽しみに。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。次回もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。